はい、チープロジェクトへようこそ。チーさんです。本日もコーヒートークエピソード2続きやっていきましょう。10月2日、ゴブリーラボ社が閉鎖へ。1304回の事故を経て研究者たちがついに実験を断念。何をやってたの？友達いるの新機能ストーリーについて利用者はもっと時間を延ばしてと訴え。心に染み入るハーフリングの助言。見たいなそれ。ちょっと今日もう開幕から音ないけど、怖い暗い店内。今日も友達いるから見ていきます。今日の配達はお休み。あれ、ちょっと待って、見れない。なんかめっちゃ遅く報が出てますね。いいね。予告タイム。みんなのリクエストにお答えしてルーカスさんが新しいポッドキャストを始めたぜ。詳しく知りたい？予告動画を貼り忘れたわ。謝らねえけど。はい、どうぞ。完全版は今夜8時にアップします。ビデオポッドキャストって好き？ついに来た俺の新しい Vlog DTR ことダウントゥーライドの初回配信ミステリーアドベンチャーがアップされました。超絶クールなもう一人のホストはリオナだね。これは驚きのスペシャルゲストはネコチェルだぜ。今すぐ見てくれ。あ、いいね、いいじゃん。告知っす。このぶっつけで撮った Vlog キャストにゲスト出演したの楽しいので、よかったら見てほー。すごいよ、5万3000人の人がいいねしてるよ、レイチェルのやつで。リオナもつけると。はあ、いや、いいっすね。いや、リオナさん普通に美しいよな。バンシーいいね、動き出したね。音楽鳴ってないんですけど。はい、ニューストーリーズ。ピグマリオン、あらになっちゃった。彼が私のためにまた悲しいことを書いた。今回私は観覧車に乗っていて、そこで運命の恋人に別れを告げられるんだ。運命の恋人ってまるで私には選択権がないみたい。私が誰よりも愛しているのは我が作家さんが作った男じゃない。ありえない。彼はいくつかの夢みたいな言葉でかろうじて存在を与えられた男に過ぎない。私の心を奪ったのはそうした夢みたいな言葉を紡ぎ出したその人だ。我が作家さん、我が創造主さん、我がピグマリオン。私の心って言ったけど本当に心があるわけじゃない。つまるところ私は誰かを楽しませる物語の一節に過ぎない。私は生まれながらの創造物、より大きな何かの一部。けど待って、私がただの創作であるなら自分で幸せな結末を追い求めてもよくない？結局のところフィクションでは何でもありなんだもの。私は自分の物語を書きたい。自分の力で自分の望んだ結末を手に入れたい。それって誰もが人生に望むことじゃない。私も自分の幸せなエンディングを見つけられるかな。あなたはもう見つけたの？まあやってみないとわからないよね。そして私は悪あがきが得意なの。だってね、親愛なる読者の皆さん、これは私の物語なの。我が作家さんのでもあなたのでもない私の物語。私だけがストーリーを決められる。それに私には幸せな結末がふさわしい。誰だってそうでしょ。けど私の話はもう十分ね。あなたはどう？もう自分の物語は書いた？もうすぐゲームを終えてしまうけど、その後はどうするの？また最初からやり直すの？2週目はエンディングが違うと思う？もっと幸せなエンディングがあるって？もう自分のエンディングは決まった？ちょっと待って、怖いって。こっちに語りかけてくるのやばい。はい、あのね、これあのおっしゃる通り、こちらのコーヒートーク、日付がね10月3日明日までしかないんですね。で、多分明日で物語が終わるんですけど、ロード画面に出てくるゲームの進行度は半分ほどしかいってないので、多分まだ見てない何かがあるんですね。あの、多分私物を忘れたりしてるので途中、まあ、それもあの動画として出したいと思ってるんで、
余すことなくエンディングを見ていきたいと思います。はい、うわ怖い。はい、お店開けます。こうしてあいつは俺が運転する車の中で傷ついた心を癒したわけさ。どうして今私の悲しい過去を話さなくてはならん。今夜の主役は幸せいっぱいの二人だろう。ルアの誕生日、誕生日ちゃうわ、結婚式だ。え、悲しいっていうか可愛い話に思えたけど。確かにそうだ、今夜はルアさんとベイリスさんにスポットライトを当てなきゃね。そのライトが消えてるぞ。失礼、今すぐスイッチを。おっと、すまないガラさん、君は文字通り壁のように頑丈なんだね。そいつは褒めてるんだよな。あ、これでよし。おお、みんなドレスコードや。皆さんちゃんと席に座れたんだね、感心したよ。この店には何度も来ているからな、自分の庭のようなもんだ。それが常連客を抱えるってことさ、ち。そのようだ。ではお祝いを始めるとしようか。あ、早く早く、もうワクワクしちゃう。アドレナリンのせいだ、その感覚を忘れるな。僕にはアドレナリンじゃなくて夫への深い愛情が溢れて止まらないからに見えるけど。こらこら、臭いこと言わないの、ミラーさん。おお、ベイリースはルアの名字を名乗るのか。違うよ、どっちも名字は変えないけど、ミラー夫人が喜ぶならミラーさんになってもいいかな。それで君が幸せならね。もう本当に口がうまいんだから。胸焼けがする。はいだ、胸が熱くなると言ったんだ。何度言えばわかる。こいつは式場の花のせいだ、それでアレルギーが出ただけだ。あ、そうだったな。何か飲むとしたら今だろう。そうね、温かい一杯がいいかな。僕は甘いのがいい。チョコがたっぷりの罪深い一杯でもいいぞ。だがさっぱりめで頼む。ただでさえ甘ったるい夜だ、砂糖の力を借りるまでもない。そしたら、ふむ、今の注文をまとめると、甘くてチョコがたっぷりで、それでいてさっぱりした一杯をいただけるかしら、ちいさん。いや、めちゃくちゃ言うな。チョコがたっぷり、ココアか。ちょっと待って、セーブをしましょう。甘くてチョコがたっぷりで、さっぱりにならんな。ゲテモノ作ってそう。うわー、何これ、すげー。どうぞ。4人分作ったの。今宵の甘いムードにインスパイアされた一杯だ。皆さんのお口に合うといいが。美味しい、すごく個性的で華やかで。めっちゃ飲んでる、とっても落ち着くよ。まさに俺が望んでいた一杯だ。問題ない、ハイド流に絶賛している。分かっているな、この一杯はちょいと英国風だ。大西洋を渡ったことはあるか、チー。ああ、若い頃はよく旅をしたからね。過去にどこかで会ってるかもしれんな、おそらくね。夜闇の中、2隻の船が大海を行き交い、やがて港で出会ったわけか。それってすごく詩的だよ。このムードに当てられたな。イギリスといえば、前に一度イギリス生まれの人狼の男に会ってな。変身中は激しく暴れ回るんだが、そういった時でもそいつは穴をぶち抜けた壁に向かい、すまなかったと謝るのさ。英国紳士だらしい話だ。そいつとは馬があったんだろうな。そうでもない、俺は無礼な吸血鬼が好みなんだが。おい、いや別に怒ってはいない。無礼な吸血鬼か、誇らしい気分だ。 T シャツにしたら映えそう。
そいつは名案だ。クリスマスのプレゼントに考えておこう。よし、そしたら乾杯といくか。コーヒーで。誰がスピーチする？誰かいないか。チーはどうだ？いやいや、私はスピーチなんて柄ではないよ。めっちゃ適任だって。そうだよ、チーが嫌じゃなければぜひ聞きたいな。そういうことなら、当店を選んでくれてありがとう、ルアさん、ベイリスさん。君たちの人生の本当の一部になれて嬉しく思うよ。いいぞいいぞ、チーならいつでも僕らの人生に迎え入れちゃうって。間違いなくね。簡潔かつ胸を打つ、いい祝辞だ。お前の番だぞハイド。本気か？やれやれ、仕方ない。ありがとうルアとベイリース、君たちのおかげで楽しい時間を過ごせたし、一時は結婚カウンセラーへの転職も考えさせられた。二人はお似合いだよ。グッときちゃったハイド、本当にいい友達を持ったよ。自分だけは逃れられると思うながら、スピーチの時間だ。分かったよ。俺はその地位ほど君たちと親しいわけではないし、ハイドほど君たちの力になってもいない。それでも君たちは俺を歓迎してくれ、会ったその日から家族の一員のように接してくれた。君たちのそうした思いやりが、二人で今日から始める過程を喜びであふれさせるよう願っている。すごい柄、超いいよ柄、マジでさ。幸せな二人に乾杯だ。幸せな二人に、幸せな二人に。またアレルギーが出ちゃったかい、ハイドさん。チーよ、我が麗しの店長さんよ、いつか今宵の報いを受けることになろう。怖い。祝いの席だし、お酒を出せればよかったんだろうが、知っての通り、うちはしがないコーヒーショップでね。あ、そのことは心配しないで。私ならお酒がなくても構わないし。そうそう、最近はむしろ控えてるんだ。そうなのかい？これから家族を始めるわけだし、だからほら、一応ね。おお。で、僕も奥さんに付き合って禁酒してんの。そいつは楽しみだ、二人とも。応援してるよ。あ、子供か。これって種族どうなるんだろうな、サキュバスとエルフの間の子って。気になる。ありがとうガラ。今も目に浮かぶようだぞ、角の生えた小さな紫色のエルフたちがそこらを駆け回っている姿かな。ありがとうかな、ハイド。私の、君の喜びは私の喜びだ。俺的にもこの一杯で問題ない。そもそも酒は苦手なんだ。嘘じゃないぞ、一度も飲むのを見たことがない。何か理由があるのかい？単純に味が好きになれなくてな。どうしてもなれないし、特になれようとも思わないが、でかい図体をしてるもんで、周りからはよく大衆大酒飲みだと思われるんだが、実際は違うんだ。いや、ガラさん結構繊細なイメージあるけどね。体は大きいけど、そういった先入観ってイラつくよね。何より味が嫌いだってのが気に入ったよガラ。僕はワインを飲みたくなる時もあれば、トマトジュースでいいやって時もある。そうだよね、お酒って社交の潤滑油みたいに思われてるけど、個人的にはもっとおしゃれなソフトドリンクが飲めたっていいと思う。僕がちょっと前に行ったとある高級レストランでは、ソフトドリンクをセットにできるんだ。舶来物のノンアルのベルモット酒とか、自家製のフルーツジュースなんかを並べて、どれもすごく個性的ですごく美味しかったよ。ちなみにその店では過食ロボットも食べれてさ、おまけに店内には野菜とチョコで作ったミニチュアの森まであるんだ。そりゃすごい、いつ行ったんだ？あ、ちょっと前に家族と一緒にね。その絶縁する前にさ。ベイ、平気だってるわ。ちなみに私の作るカクテルはやばいぞ。ハード版とソフト版があってな。ハード版ではウォッカを使うが、ソフト版ではウォッカを使わない。なるほど。他
他には何を入れるんだい？バジルを少々とレモンの、絞り汁、それから塩を一つもみに、トニックウォーターを混ぜ。それって私でも飲めそう。待て待て、焦るな。最後に無論一滴の鮮血をドボンと垂らすのだ。やめなさい。空来た。できれば大型がいい。誰にでも輸血できる万能型だ。大型だわ私。それって冗談だよね。冗談であってほしいんですけど。これだから誰もハイドをパーティーに誘わないのさ。どういう意味だ。私は引っ張りだこだぞ。私たちに付き合ってくれてありがとう。みんな、俺たちこそ招待してくれて感謝だ。君の仕事仲間に会えて楽しかったよ、ベイリース。それと君の姉さんにもな、ルア。とても真の強い女性だ。尊敬するよ。びっくりしたでしょ。けど姉さんのことが大好きなのだよね。最初は僕ともよそよそしくてさ。え、ほんの1年くらいだし。3年だったかな。お姉さんはきっと君が可愛い妹にふさわしい男かどうか確かめたかったんだろう。うん、絶対そう。姉さんは昔から私のことを守らないといけない繊細な子みたいに思ってて。いや、だったらガラの方が繊細だって。ガラは大抵のものより繊細ちゃんだ。ごもっとも。だが確かに彼女なら変身中のガラでも相手にできるだろうな。そんな強いの？だったら地位がどこかへ引っ越して俺特製のドリンクが飲めなくなった時のために君の姉さんの番号を聞いておくかな。なら急いだ方がいい。さもないとお前はきっとベイリースの小学校時代の友人を敵に回すことになる。マルコが？確かに姉さんのことを見つめてたけど。あれは見つめるだけでは済まんさ。証人も二人いる。愉快なまでにベタな展開じゃないか。ゴシップの話になると目を輝かせるよね、ハイドさんは。当然だろ。そいつが最高の写真を撮る秘訣だ。物欲しげな視線に欲望がにじむ指先に、笑顔で隠されたあざけりや、下げすみに。本日の主役たる恋人たちの写真もちゃんと撮ってるんだろうな。そうそう、早く見たくてたまらないの。まあそこがフィルムの欠点だ。写真撮ってあげたんだ。そうね、分かってる。けど最高の一枚のためなら喜んで待つし。いい子だ。そしたらちょいとご褒美をやろう。お、完璧な一枚だね。うわ、素敵。わあ、これ見てべ。あ、そっか、よく見たらルアがあれか、ベイリースの上着を着てるのか。そのままの格好で来たんだな、ここに。素敵じゃんか。本当に美しい写真だよ、ハイドさん。うん、素晴らしいよ。撮影を引き受けてくれて本当にありがとう、ハイド。気にするな、私も楽しめた。良ければそいつは取っておけ。単なるポラロイドだが。そんなことないよ、すっごく素敵。すごく親密であったかくて、まさしく僕らが本当に望んでた結婚式だよ。そうそうそう、見栄を張るのをやめちゃった後の。最後には丸く収まってよかった。俺もこの写真は好きだ。1枚しかないのかい、ハイロさん。同志たち額に入れて店の壁にでも飾ろうというのか。実はそう考えていてね。私が気の回る吸血鬼でよかったな。我らが新婚さんが反対でなければ店長さんのためにもう一枚似たような写真を撮ってある。反対する理由なんてないし。そうだよ、いいと思うな。今夜のささやかな思い出がこの店に飾られるとしたらそんなに嬉しいことはないよ。本当にありがとう。いや、礼を言うのはこっちだって。そうだよ、チー。あなたがいなかったら私たち今頃どうなってたか。うん。そしたらハイドさんは写真家になることに決めたんだね。そのようだ。たく、もったいつけずに言え。言って何を？まだ本気決まりではないが。二人とも乗り気じゃないか。お前だってそうだろ。無論だ。だったら言え。やれやれ、ならお前から話せ。もう1秒も我慢できんようだからな。
頼まれなくても話すさ。何何、実はハイドがもう別の結婚式の写真を撮ることになったんだ。入院中の我が子を付きっきりで看病してる最高に素敵なカップルさ。ローズちゃんはしばらく病気でね、いずれ解放に向かうと医師たちは考えているが、それがいつになるかはわからん。そしてご両親は娘さんの病室で娘さんと一緒に式を挙げようって決めたのさ。それって泣けちゃう。ローズちゃんもきっと喜ぶよ。ああ大喜びだ。何せ病室でパーティーを開くんだからな。とにかくご両親がハイドと話して、気づいた時にはハイドが無償で撮影するって約束していたわけさ。太っ腹だねハイドさんは。どうってことない、経験も積めるしな。私の元モデル仲間たちが結婚することになった暁には存分に金を踏んだくってやるさ。お金を取れるところから取れてね。まさにな。そしたらハイドはシアトルに残るんだ。家もあるし仕事もある。おまけに手乗りの人狼ちゃんもいる。だからまあしばらくはこの町に留まるつもりだ。あらおかえりハイド。それはよかった。新居の方はどうなの？まだまだ工事が続いているが、完成したらいい家になりそうだ。最初から作り直させているから時間がかかるのは仕方がない。すごいな。ただまあ吸血鬼である私の要求はちょいと変わってるもんでな。なるほどね。けど夢のマイホームを建てるとなったら、そこは誰だってこだわりたくなるじゃん。二人にとっての夢のマイホームはどんな家だ？まだ何も決まってないけど、結婚式の過ちは繰り返さないつもり。友達らのフィードを永遠と眺めて他人の家をチェックするのは絶対しない。それと僕的には無駄な出費は避けて解消なしみたいに思ったりもしない。ベイ、いいんだ、じっくり話し合えてよかったし。ルアのおかげで僕はそこまで稼がなくてもいいんだって気づいたよ。うちの家族の助けだって必要ない。つかさ、式の最中ルアのお母さんに同じことを言われたんだ。え、そんな話してたんだ。心配ないって、いい話ができたよ。お母さんは僕が娘を幸せにすることが一番大切だって言ってくれて、僕も同じように思ってたから安心したよ。そしてルアの幸せは仕事をバリバリこなすことだからさ。そうね、ペースを落とそうとも思わないし、まあちょっとは落としてもいいかな。そこはまあその時が来たらでさ。要はだね、僕の方は仕事を控えても一向に構わないってこと。子供の話を聞き出すのはいつも僕の方だし。失礼。子供が欲しくないわけじゃないの。ただ仕事のことを考えると不安で。悩むのも当然だ。まあだって子供できるってなったらルアは仕事休まないといけないもんね、どうしても。こと子育てに関しては女性の方が多くを求められがちだからな。まあ僕らは違うけど、二人で決めたんだ。もし子供ができたら僕が主婦になるってね。僕は空いた時間に家でフリーランスの仕事をできるし、まあ稼ぐためっていうか頭がボケないようにするためだけど、でも子供の世話やら家事やらは僕がやればいい。あのね、ずっと思ってた。あなたに会えて、あなたと結婚できて本当に良かったなって。そういう男の人って少ないし。そうでもないぞ。時代は変わってきたってか。昨今は理想的な生き方を追求するチャンスが増えてきているのは確かだ。毎日ろくに子供にも会えず仕事だけに追われる日々を送るより、できれば家にいて子供たちと一緒に過ごしたいと考える男たちは少なくない。君たちはお互いをうまく補い合っている。僕もそう思うよ。ミラーさん、君がそう来るなら。いや、やっぱりダメだ。とてお君のうちの一族の名前では呼べないよ。それって間違ってる。ご両親が聞いたら引きつけを起こしそう。確実にね。ちょっと見てみたいけど、どの道今はもう関係ないしさ。二人はルアとベイリースであればいい。そう、僕らはルアとベイリースであればいいんだ。誰だこの時に携帯。ハイドかよ。ちょいと失礼。携
携帯なんかちっかいな、ハイド。あいつ老眼？老眼じゃないな。近くないと見えないのは普通に単に目が悪い。どうやらハイドは新たな道を見つけたよね。ああそうだ、私もすごく嬉しいし、初めて会った時ハイドはちょっと謎めいていて、正直少し嫌なやつだったけど、彼ってめちゃくちゃ繊細だよね。不滅の存在であるほど、あることほど堅牢かつ繊細なものはないんだ。その通り、時間が無限にあることほど人の正気を奪うものはない。多少は長生きのエルフにだってエルフなりの苦労があるもんね。そうだろうな、人狼はエルフと人間の中間くらいだが、それでもそういった苦しみはある。だからそう、結局のところ生きていれば誰しも時に退屈したり道に迷ったりするってことさ。そして長く生きれば生きるほど、そういった時に出くわす回数が増えるわけだ。それって納得いく。だがまあ俺的にはハイドが街に残るのはすごく嬉しいよ。確かにあいつは気難しいが、一緒の方が人生がはるかに面白くなる。それに長いこと生きてきた俺たちには結局お互いしかいないんだ。二人なら意味はわかるだろう。うん、よくわかる。今の僕らはたとえちょっぴり仲違いしたって、最後には互いの元へ帰ってくるって分かってる。そうだな、そのあいつは人を見る目があるんだ。ハイドはな、あいつは最初から地位を気に入っていた。俺も同じように思っていたが、ハイドはただ会ってすぐこちらの店長さんのことが気に入ったんだ。ハイドさんは最初からすごく親切で、それと私のことをよく分かっていたよ。あいつの友人になってくれて感謝さ。今って超いい話をしてるよな。君もいい人だよ、ガラ。そうそう、これか、これ、ん？これら、これからもっとあなたに会いたい。これはこっち、それはこっちのセリフだ。あ、あの音は。雨足がまた強くなってきた。ああ、もう。ベイのジャケットを借りてなかったら、今頃凍えちゃってたかもね。けど、ベイは平気なの？ああ、僕ならご心配なく。そう言われても心配しちゃうし。それってもう私の役目っていうかな。僕だって君が心配なだけだよ。二人はお似合いだな。もっとも互いの心配をするよりはるかにいいのは、互いの心配をしないことだ。それ伝わったよ。いずれにせよ、結婚式の雨は幸運をもたらすはずだ。その話ってどこから来てるの？なんだか幸せな二人への気遣いにも思えて。雨が降った時にがっかりしないよう業界の誰かが考えたのかな。マジで言ってる？なら知らないの？知らないって何よ？そっか、これってエルフには常識なだけかも。地位は知ってる？女神の涙の伝説かい？それそれ、俺は初耳だ。それって中世のエルフ史に出てくる壮大な常時史なんだけど、今ならようやく版を話してもいいよ。早く教えて、すっごい知りたい。だったらよし。昔々、偉大な力を持った女神様が暮らしていました。女神様は子沢山でしたが、中でも特にお気に入りの子がいました。その子は誰よりもシャイで物静かでした。兄弟に大声で呼ばれても、その子は一人で座って雲と遊んでいました。兄弟が仲違いしても、その子は静かに星々を眺めていました。兄弟が雨から逃げようとしても、その子は落ちてくる雨をじっと見ていました。ちょっと待って、くしゃみ出そう。失礼。女神様は思いました。他の子たちが私を見捨てても、この子だけはずっとそばにいてくれる。こんなに優しい子なんですもの。私のことを永遠に愛して面倒を見てくれることでしょう。そうした未来に思いを馳せ、女神様は微笑みました。ところがある日、若き神様が雲に腰掛け、世界のことを考えていると、一陣の突風が吹き、あーごめんなさい、携帯が鳴りました。大和運輸でした。
一陣の突風が吹き、神様はバランスを失います。え、そんな。大丈夫だって、悲しい話じゃないよ。そしたら続けて。神様は風に運ばれ地上へと舞い降りました。そしてすぐさま驚きます。そこは神様が見たことのないもので溢れていました。神様は喜びながらも途方に暮れました。そして人間でいう何百年間もその場に佇んでいたのです。そんなある日、一人の人間が神様を見つけました。わかりやすく、その神様をイオン、人間のことをレイって呼んでもいい。俺的にはすごく助かる。名前がないと話についていけなくなるんでな。よし、そしたらイオンとレイね。レイはイオンの方へ歩み寄り、驚いているイオンを招き寄せます。レイはイオンを村へ連れて行き、そこでの暮らしを見せてあげました。数日が過ぎ、イオンはレイに話しかけました。二人は星々や雲や太陽のことや、収穫や幼子や家族や老人たちのことを語らいました。二人が時間と永遠について語り合い、互いの目を覗き込んだその時、二人はその中に儚い一瞬と悠久の時代を見ました。二人は恋に落ちていたのです。結婚を決意した二人はそれぞれの家族の同意を得ようと考えます。レイは難なく許されました。レイの家族はイオンのことが大好きになっていたのです。ところがイオンがその母たる女神様に会いに行くと、レイの毒親ね毒親ねってやばい。いやいや、そうやって厳しいな。彼女だって変われるんだぜ。とにかく女神様は不機嫌そうです。むしろお気に入りの我が子が奪われてしまい怒り狂っていました。それって誰かさんみたい。言っとくけど、うちの母親よりだいぶマシだよ。とにかく激怒した女神様はイオンに言いました。結婚したいならそうなさい。けどあなたは婚約者と同じように老いて死ぬことになるわ。ひどい母親だ。そして今ではもう当然のようにイオンはそれで構わないと答えました。レイと一緒に暮らせないのなら永遠の命なんて宝の持ち腐れでしかありません。こうして二人は結婚しました。女神様は何時間も怒って叫び、それから何時間も落胆していじけていました。そして最後にようやく地上へと目を向け、イオンとレイを見ました。二人はレイが初めてイオンに会った草原にいました。花の冠をかぶった二人は大切な人たちに取り囲まれ、そして生まれて初めてイオンは心の底からはしゃいでいたのです。イオンは歌って踊り、その目はキラキラと輝き、その髪は風に揺れていました。そして永遠の時の中で初めて女神様は我が子が幸せであることを知ったのです。女神様は厳しい言葉を後悔しましたが、女神様が口にした約束は二度と取り消せません。低迷者となった我が子のことを悲しみながら女神様は泣き始め、その涙が一粒また一粒と分厚い雨雲の中から地上に降り注ぎました。けれどイオンとレイは雨から逃げようとせず、雨と一緒に踊っていました。そして女神様は言いました。我が涙があなたの上に落ちるたび、もう一年長く生きられますように。そしてあなたの髪が白くなり、あなたの肌がしわくちゃになっても、二人が互いを深く愛しながら歌い踊っていられますように。エルフの言い伝えによれば、そうやって僕らは生まれたそうだ。まあ、それってちょっとありえないけど。泣いてるの、ルア？なんでもない。ベイってたまに嫌になっちゃうくらい素敵だよね。君には語り部の才能があるよ、ベイリスさん。実に感動的だった。ああ、素晴らしかった。今後は雨を見る目が変わりそうだ。いやいや、ただのくだらない言い伝えだって。くだらなくなんかないよ。それと確かに、まあこの女神様はあなたのお母さんよりずっと優しいかな。そう言ったろ。雨と言ったら俺は
雨降りの日に暖かい家の中にいるのが好きなんだ。わかるよ、あれって安らぐよね。私の子供の頃の寝室って家の最上階にあって、だから夜にベッドで寝てると雨が降ってくる音が聞こえたの。あれって染みたな。願わくば俺たちみんながそう言った。雨降りでも安心して過ごせる場所を持っていてほしいものだ。そうだね。けどほら、雨宿りのお客さんがもう一人おいでなさったようだぜ。おっと、猫ちゃんびしょ濡れじゃないか。ガラさん大丈夫？全身に水しぶき浴びなかった？少しだけさ、問題ない、可愛い子だ。だがどうしてここに？店で飼ってるのか？ち、いやそうじゃないんだが、何度か顔を見せたことがあってね。一週間くらい前にこの猫ちゃんを見たな。そん時と同じでそっけないけど、怒ってるようにも見えない。ここを家だと思ってるのかもね。俺たちと同じようにさ、まるでハイドのような猫ちゃんだ。それってぴったりの例えかも。けどこの猫ちゃんって何か探してるみたい。あるいは誰かを。だとしたらその誰かさんとはまだ会えてないようだ。その猫ちゃんは数日前にも店に現れて、いや大活躍してくれたんだよ。けどその時も店でゆっくりしていかず、そして今夜も去っていった。あ、誰かに会いたいのか、あの猫。実に謎めいてる。あ、ハイド帰ってきた。何の話をしていた？まあ猫のことだ。ああ、出ていくのを見た。あの猫がどうかしたか？それがよくわからないんだ。あの猫は何度かこの店に顔を出してるんだけど、特に長居するわけでも餌をねだるわけでもない。だから誰かを探してるんじゃないかなって。うん、かもしれない。猫に予知能力があると考えられる文化は少なくない。いわゆるあの世からの使者だ。あの猫だけに見えるものや知っていることがあるのかもしれない。そいつが猫たちの戦略なのさ。そうやって神秘的に見せることで餌をもらい撫でてもらっているわけだ。待てよ、それって誰かさんにそっくりだぞ。確かに。ノーコメントだ。とにかく何の電話だったんだ？インテリアデザイナーだ。家の内装の件でな。理由は知らんが、うちのターンテーブルの正確な寸法を知りたいらしい。それと、床材をウォルナットとオークのどちらにするか確かめたいってな。床なんぞ歩ければ十分なんだが。それって意外。ハイドってもっと内装にこだわるタイプかと思ってた。私は実際こだわり派だ。なるべくかっこよく見せたい。だがどうすればかっこよくなるのかわからんのさ。つまりだな、こいつの車を見たろ。あれはまあ最先端のデザインってわけじゃない。あの車はよく走ってくれるよ、おかげさまでな。そういえば以前どこぞの人狼さんが私を乗せるのは嫌だと言って、くっ、やべへびだったか。一時休戦だ。だったらガラがハイドの内装を手伝ってやれば。確かにそうだな。いや俺もその仕事が忙しくて。仕事が忙しいのか？文句だけは一丁前だが、真実を明かすと、ガラに色や素材の話をしても無駄だ。センスが死んでるんでな。私は多少デザインのこともわかるが、ガラはインテリアデザイナーにとって悪夢でしかない。それは違う、俺は機能性を重視したいだけだ。センスがないやつの上トークだな。そうなのか。だったら俺はセンスのない吸血鬼を選んじまったわけだ。だがそのセンスのおかげでお前の今の楽しい暮らしがあるんだぞ。この二人本当に仲いいな。二人はずっと仲良くやってきそうだ。確かに。あれだよね、雨宿りの夜にこうやってみんなで一緒にいるとなんか落ち着くよね。自分家みたいでさ。こういった店でそう感じることって普段あんまりないんだけど。ここは店っぽくないからな。俺の覚えている限りこの店が知らない場所のように思えたことは一度もない。この店は自分の空間なんだ。
そいつを好きな人たちと分かち合えて俺はついてるよ。私も全く同じ気持ち。あなたのおかげね、ち。そう言ってくれると嬉しいよ。いつだってお客さんがくつろげることを最優先に考えてきたからね。だったら目標達成じゃない？それとお客さんもいいやつばかりだ。お客もん？お客さんもでいいんか。どうやらしばらくはみんな自分のことで忙しくなりそうだが、いずれまたこの店に戻って馴染みの顔に会える日が待ちきれないよ。それが1週間後であれ、1ヶ月後であれ、1年後であれ、きっと楽しい時間を過ごせるはずさ。だったらその日に乾杯だ。いいぞ、ベイリース。皆さんならいつでも歓迎だよ。お一人様でもお連れ様とでも、ね、皆さんの近況を聞くのが楽しみでならないよ。もちろん何かあれば報告によるね。俺はいつもの特効薬を飲みに来よう。私は人々のドラマを聞きに来る。皆さんにまた会える日が待ちきれないよ。おっと、終わりそうだぞ。友達いる。あ、ジョルジジュンさん、なんかイヤリングかな。おっと、雨が上がったかな。それに長々と居座っちゃってるしさ、ジー。あ、今のうちにみんな帰った方がいい。なら今夜はお開きか。皆さん お先にどうぞ。出るときに誰かの足を踏んじゃいそうだし。わかった。おやすみ、ち。おやすみ。おやすみ、二人とも。私たちも行こっか。うん、だね。おやすみ、ち。改めて、いろいろありがとう。今夜だけでなく、これまでの夜のことも含めてね。いいんだ。こちらこそ皆さんに感謝してる。本当にね。ゆっくり休んでね、ち。承知したよ。二人も帰るか。うん、もうちょいドア開けといて。ちょっとベイ、何やってるの。もちろんお姫様抱っこだよ。そいつは店を出るときじゃなく我が家へ帰ったときにやるものだ。ならどっちもやろう。もうバカね。にぎやかで慌ただしく想像し、今ではもう人々の考えていることが手に取るようにわかる。彼らの成功や失敗がまるで自分のことのように大切に思える。それが家族という集合精神を持つことなんだろう。これは次の日に行くな。はい、ということで、じゃあ今回はこちらで終わりになります。次最終日ですね。はい、またご来店よろしくお願いします。ちいさんでした。